もしかしてこういうの些細な幸せですが、もしかしてこういうの本当の幸せですね。もうすぐハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、イエーイ。セラピードッグあかりのお悩み相談。工藤ゆめちゃんがウエムをいじって2人仲良くしているエピソードが大好きです。最近何か面白いエピソードはありましたか？クリスマスイベント来てくださった方いますか？うわー、あれの時さ、すっごい思ったことありませんでした？クイズでね、誰が笑ったらツボが長いかみたいな、ジュースジュースメンバーの中でみたいな感じでヒントを出したんです私が。で、まあ自分で自分のモノマネをしたんですね。って笑ったんですけど、なんかその回答者の子が一人は私って言ったんですけど、一人が工藤ゆめちゃんって答えたんですよ。そしたら工藤ゆめちゃんがとっさに、私そんな笑い方しないですよって言っててバカにしてるのってなって、ここら辺で追いかけっこしてましたね。最後のメッセージ、何を言いたくてかけてく月の動画を見せたの、私返信しなかった、友情のつもりだった、悩んでいるの知っていたけれど、成長すべき時だよなんてね、突き放したマナカンランキング、イエーイ、パチ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 、いいね、いいよありがとうございます。誕生日に使えるあざといセリフランキング、わーすごい、なんかお待ちかねみたいな拍手まあでも割とありきたりです。うん、あんまり期待しない方がいい。ちょっとね、年々私へのあざといハードルが上がってる気がするんですよ。いや、マナカンならもっといけるだろうみたいな、あんまりそう思われると困るよ。先に下げておきますけど、第3位はこちらです。あなたが…てんてんてんということで、何を言うのでしょうか。じゃあなんかプレゼント何がいいみたいな感じでね、本当はみんなに言ってほしかった、でも言ってもらってるっていう体でやりますよ。プレゼント何がいい。あなたがいるから何もいらないよ。ありがとう、ありがとうございます。もうすぐ拍手して。まあいらない、まあいらない、ありがとうございます。いつまでも赤いフリージアプレゼントすると誓ってよ、もうすぐ一年になるわ二人で会って、もうすぐ一年になるわあなた愛して、もしも私が熱出したり転んで怪我したならば、ダッシュで駆けつけて来てさえくれたら全部嬉しちゃうんだな。もしも怖い夢を見ちゃって夜中に電話しちゃっても怒らず優しく話し聞いてね、それからチューしてかわゆく
返しに抽選、可愛くがいいな。